大加護キリシタン巡教公園は岩手県一ノ関市藤沢町におけるキリスト教不教と巡教の歴史を構成に伝えるために作られた公園である。江戸時代、大加護の一帯は仙台藩の領内であり、たたら製鉄を行う地として栄えていた。たたら製鉄を行う製鉄所は矢と呼ばれており、この矢を経営していた千葉都佐が製鉄の技術指導のために、 備中国から千末大八郎、小八郎という兄弟を大籠に招いた。この千末大八郎、小八郎兄弟がキリシタンであり、この地で布教を始めた。また、フランシスコ・バラヤス神父がこの地を訪れ布教にあたり、大籠のキリシタンはさらに増加した。しかし、キリシタンの迫害はこの地にも迫り、キリシタン改めを行う大天井が設けられ、そこで踏み絵などが行われた。 キリシタンであることが判明すると、打ち首や貼り付けなどにより処刑された。寛永16年から数年間で300人以上の信者が処刑されたと言われている。1967年11月、戦勝のダイアナザワという場所で、キリスト復活の絵をアコヤ街に彫刻したメダイが発見された。このメダイは、鑑定の結果、16世紀後半に作られたものだと判明した。 大加護巡教記念クルスカンクルスカンへの階段東北地方におけるキリスト教の布教とその後の迫害に至る歴史、大加護におけるキリシタンの歴史等について展示、解説している。岩手県出身の彫刻家である船越康武が設計を行った。館内に船越康武の作品と言葉が展示されている。ありがとうございます。